はい、というわけで第 19.5 回ラジオ的な何かやっていこうかなと思います。まあなんでこんな少数点の中途半端な回ができてしまったのかっていう説明を、まあ、先にしておきましょうかね。私いつもこのラジオ企画の動画っていうのは、まあ、旅の合間に撮影をして、旅動画の投稿の、まあ、間、週5回旅動画投稿してるんですが、その間に挟むような形でこのラジオ企画の動画を入れていってるんですが、まあ何本かこう先取りして、予約投稿をしていってるんですよね。で、第19回と第20回までは、まあ、先に撮影をしていて、すでに投稿済みだったんですが、動画の順番とかを並び替えて整理してる時に、間1日空いてしまうことに気づきまして、ただ第19回と第20回のラジオ企画の動画っていうのは、現在進行形で投稿している旅の動画の話と少しリンクするところがありまして、こう前後にずらしたりするとなんか話がね意味わからなくなっちゃうんで、投稿日をずらせないっていうことになりまして、んじゃあこの空き日どうしようかなってなって、もう苦し紛れの、19.5 回というラジオ企画の投稿になります。で、まあしょうもない前置きは一旦置いといて、このラジオ企画 19.5 回が投稿されるのはおそらく3月の2日です。で、3月の2日っていうのは、中国地方岡山県の旅がスタートしたばっかりのタイミングですね。で、ここでタイトルの話に戻るんですが、まあ中国九州の旅って書いてると思うんですが、で、今までの私の旅だと、まあ、例えば四国を、まあ、4県全て回ったら一旦、まあ、予定があったりして自宅に戻ったりとかでこう体制を立て直してまた新しく旅に行くみたいな感じの旅のスタイルだったんですけども、今回は中国地方と九州は連チャンでもあります。で、今まではね、どうしても外せない予定とか、まあ、なんかプライベートの予定が入ったりして、こうなんかいやいや帰還しないといけないっていうこともあったんですが、で、今回は4月の初旬くらいまでは全ての予定を蹴散らしてきましたんで、まあ、何もないフリーな状態ですね。なので、まあ、じっくりと中国九州の方を回って、まあ、春先ぐらいに、帰還できればいいかなというような状態になっております。ですので、まあ、このチャンネル解説史上、まあ、今のところ最長の旅になる予定です。まあ、大体2ヶ月ちょいくらいかな。で、よくある旅の形として、こう日本をこう一筆書きみたいな感じで、日本一周してる、まあ、動画投稿者の方って、まあ、ちょこちょこいるかなと思うんですけど、その人たちってこうすごいですよね。一時帰還みたいなことを一切しないんですよね。まあ裏でやってるかもしれないんですが、何も予定ないって逆にすごいと思うんですけどね。まあいくらその会社員を辞めたとはいえ、こう今まで生きてきた中でこう人間同士の付き合いというか、まあ家族間のね、法事であったりとか冠婚葬祭、まあいろいろあると思うんですよ。あとは個人事業主として開業されてる方とかだと、まあその税金関係とかでいろいろこう役所に申請に行ったりとか、まあ今は電子上でできるんだと思うんですけど、いろいろ手続き関係でその住んでる地域の役所に行かなければいけないこととかって、まあちょこちょこあると思うんですよね。それ関係とかも一切なしで一筆書きでね、ずっと日本を回るっていうのも逆にすごいなと思いますね。まあ、私は旅を開始するときに一筆書きみたいな感じで旅をするわけではないですよっていうのは事前に言ってますんで、まあ、今後何かねこう特別な用事とか、まあ、本当に休養ができた場合は、まあ、旅の途中でも、まあ、一時帰還せざるを得ないときはしようかなと思ってます。というわけでね、明日以降も、中国地方の旅がまず続いていきますが、まあ終わったらそのまま九州の方に入っていきますんで、まあ楽しみにしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。